司会を務めますのは江ノ島高校ユーフォニアムパート3年藤田光とホルンパート3年今泉凛奈です。よろしくお願いします。1曲目にお送りした曲はジャンボリーミッキーでした。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。この後の曲もお楽しみください。2曲目にお送りする曲はキックバックです。この曲はアニメチェンソーマンのオープニングテーマです。皆さんの中にも知ってる人が多いのではないでしょうか。ぜひノリノリでお聴きください。それではどうぞ。Thank you.
次に司会を務めさせていただくのは高難中クラリネットパート3年内山美也と同じクラリネットパート1年山本結衣です。よろしくお願いします。次にお送りいたします曲は銀河鉄道ツリーナインです。この曲は明るくて勇気をもらえる曲なのでぜひ皆さんも楽しみながらお聴きください。それではどうぞ。続いて司会を務めさせていただくのは江ノ島高校2年パーカッションパートの山田英座です。江ノ島高校トロンボンパート2年海田若葉です。よろしくお願いします。続いて4曲目にお送りする曲は君に届けです。この曲は2010年に公開された映画君に届けの主題歌として使われています。曲名にちなんで質問するんですけど、エイザさんって今思いを届けたいっていう人いますか？
いるんじゃないですかね。ちなみに誰なんですか。いや言うわけないでしょ。言ってくれてもいいじゃないですか。さて気を取り直して君に届けです。それではどうぞ。
最後にお送りいたします曲は君の瞳に恋してるです。幅広い世代で親しまれているこの楽曲、知っている方も多いのではないでしょうか。サメの振り付けにもご注目して